っていきまーす。意外とうまそうでしょ。俺が殺すってチャンプハマー。来週ボッチザロック最終回なの悲しくないですか。悲しいマジで。ネットフリックスにはまだ俺文化祭の回来てねえからな。文化祭会みんな楽しみだわ。大丈夫ボザロマジ面白かった。派遣だろ普通に。最強だろ普通に。めちゃおもろいやろ普通に。めっちゃおもろい。一番悲しいボッチザロック見た方がいいですか。だから見た方がいいっつってんだ。こんなにこんなにも言ってんだ俺。あまりにも見た方がいい。アニメ見てるやつなら絶対見た方がいいよ。今年一おもろかったアニメ何。うわーむずい。今年の締めにスタンビジャパンの今年一番面白かったアニメ。おいおいおいちょっと待って、なんだろうね。今年やったアニメの一覧を見ないとちょっと何とも言えないわ。あーこれはこれ今年なんだっての絶対出てくるだろう。いやー俺無職転生が今年だったら無職転生って言っちゃうかもしれない。無職転生俺好きだったねー。スタンビジャパン的1位は無職転生かもしれない。ベクトル違うけど全く。いやマジで僅差。しかもボッチザロックは終わってないのに無職転生と僅差ってのがすごい。終わったらボッチザロックが越す可能性がある。映画はトップガンよ普通に。映画はもうトップガン異論がない普通に。今年のナンバーワン映画トップガン以外ないから、それ以外存在しない。どれどれ2022年アニメ一覧。アワシの花ちゃんが世界で一番可愛い。アワシの女性陣は可愛いよね。あれずるいよね。元気な方とちょっと寡黙な方どっちも完璧に捉えてる感じがして、その二人から言い寄られるっていうか、なんか好意を寄せられてるっていうあの状況が燃える。無職派2021か。無職転生がないなら俺はボッチザロックになるかな。今一応ピックアップしてるけど、全体的に面白くあったけど、サマータイムレンダー、ボッチザロック、リコリス、進撃の巨人、不滅、サイバーバンク、メイドインアビス、スプリガン、ようこそ実力修行主義の、教室へ、ニキ、盾の勇者、とにかくかわいい。まあ、ここら辺でしょう。あとあれか、ガンダムか。ガンダムちょっと見逃したわ。サマータイムレンダーは、な面白いけど、ちょっと好き嫌い分かれるかな。ボッチザロックも全なんかアニメ見たやつは見た方がいいって言ってるけど、萌え属性がそもそもダメだったら見れない。リコリスも萌え属性がないと見れない。進撃やっぱアンパンじゃないの。不滅のあなたへもスロープテンポだから万人におすすめしない。サイバーパンクはでも万人におすすめできるかな。万人で言うとアクション色が強めだけど設定もおもろいし、世界観もそれこそサイバーパンクで完成されてるし面白いけど、俺は今年はもうボッチザロックの方が全然面白い。まあボッチザロックです。スタミジャパン的おすすめはあのボッチザロックです。こんな最終話が終わってないのにこんなに胸が高ぶる。毎週楽しみになれるアニメってなかなかないんだね。ちょっとさ、断末好きな人俺に面白さ教えてくんない。俺一気に面白かったよ。どんどん思うなくなってくんだけど、あれしかも続きもんだから見ねえといけねえしさ。おい断末世界観も好きだし、あの主人公無双感好きなんだけど、ちょっと2期3期が思んなさすぎて。でも設定好きなんだよね。あの金髪美女にさ自分の強さを見せてくるでしょ。ファイヤーボールバーン、あなたこんなに強くなったのね、はあ好きってなるんでしょ。わかるよ俺そういうの大好きだからさ、見たいんだけど2期3期が思んねえよ。おもんねんだよ、助けてくれ。設定マジいいよな。設定ガチたぎるんだよな。なんかステータス上がるとかさ、難走とか言ってさ。鍛冶屋の兄ちゃんも好きだし俺。鍛冶屋の兄ちゃんの存在大切な。どんどん装備が強くなってくから、あの兄ちゃんのおかげで。なんでなんだろうね。それではボッチザロック行きましょうか。あーマジかよー、マジかよー。ボッチザロック最終回、ほら君らと見るために見ないように我慢してたからな。さあ行こうか。タイトルが好き。タイトルがマジで好き。11話のタイトル確かアフターダークでしょ。素晴らしいな。
はぁー、来たー、すげえ。あー、やば。ここがスルーなのがいい、スルーなのがマジでいい。キタちゃんが可愛い、キタちゃんがマジで可愛い。締め方やばすぎだろ。はあ、すごい。これ終わり方すごいよ。そっかー。ぼっち目線から言うと、大切なのは日常の方なんだな。文化祭の描写が早かったのは、もう非現実感で体感あんな感じなんだろうね。もう精一杯で、で、あまりにも自分とは違う世界すぎて、ポンポンポンって時間が過ぎて、ぼっちちゃんにとって実感のある、実態を捉えられる時間っていうのが日常で、ぼっちちゃんにとっての幸せってのは、もう今のバイトに行くのが億劫な、ちょっとリア充に近づいた、この世界。だからあの終わり方なんじゃない？押し入れの世界から、一歩踏み出して、バイトがだるい日常が普通になったら、もっと文化祭の時が非日常じゃなくなって、解像度が上がっていって文化祭のシーンが増えたりするんじゃない？ぼっちちゃんにとってはにバイトに行くのが日常になっちゃったんだよな、友達がいて。はあ、いやすごいなこれ、伝わってきたぜ。そうだよな、フィビぼっちの生活送ってたら文化祭体感一瞬だよな。なんかポワーっとした描写あったもんね。保健室の下りも一瞬で終わって、で、それからぼっちちゃんが教室を出るときに、手前にメイド服のさ、脱ぎ捨てがあってさ、それをボケーと眺めてたじゃない。なんか実感がないような表情をしてた気もするんだよな。それはぼっちちゃんがぼっちだからなんだな、俺。最高でした。感謝ですね。最終回はこうやって終わると思ってなかったね。いや、締め方最高。締め方最高だ。ライブの時のキタちゃんの表情を、俺ライブ中だから言おうか迷ったんだけど、描写がゆっくりすぎて、キタちゃんがたまに澄んだちょっとじとめになるんだよね。かわいい。たまに半目になるの。かわいいか。かわいいわ。めっちゃかわいい。いや、最高だった。最高だった。最高だった。マジで最高だった。ぼっちザロック。ありがとう。ありがとう、ぼっちザロック。